君はなぜねこんなに、寒くて暗くて怖いところにいるのかですとか、まあ、ロシアに対するイメージって、プーチンとか北方領土とか、ウォッカとかマトリョシカぐらいしかないっていう方ね結構多いと思うんですよね。ですので、まあ、今日はですね、まあ、ロシアの私から見ていいところ悪いところ、それから好きなところ好きじゃないところっていうのをですね語っていきたいと思います。まずは天気からいきましょうかね。天気に関しては結構きついですね。まあ見ての通り今日はですね、まあ、すごい天気良くて気持ちいいんですけれども、やっぱり日照時間がすごく少なくて、冬の間はですねもうずっとこう太陽光がなかったりするんですよね。もちろん寒いですし、なのでそこはやっぱりきついですよね。若いうちはいいかもしれないですけど、健康にとってもそんなに良くないんじゃないですかね。ビタミン D がですねこう紫外線によって十分に作られないので、うつ病にもなりやすいです。そこはちょっと辛いところですかね。まあ、いいところに関しては、まあ、夏はですねすごく過ごしやすいっていうところですね。ロシアも夏は暑いです。そして、太陽がいっぱいあります。日本よりも夏はずっと天気が続く感じですね。で、まあ、日本みたいに湿度が高くないので、すごくカラッとしてですねすごく気持ちいいです。冬に関しては先ほど言った通り、日照時間が少ないっていうのもありますけれども、そして寒いですね。マイナス20度ぐらいになったり、シベリアの方だとマイナス40度とかになりますよね。ですが、その中でいいところを言うとすると、家の中、建物の中がものすごくあったかいっていうことですね。冬の、室内の暖かさに関しては、どうやら、世界一らしいですね。というのは、まあ、ロシアはガス、石油がありますから、まあ、そもそもエネルギーの価格が安い、それから全ての建物に対してですね、公共のお湯が通っておりまして、そのお湯でもう24時間ずっと冬の間は建物自体が温められてるんですよね。ですので、まあ、冬でもですね、裸で室内で過ごすということが当たり前のようにできるっていうのが、まあ、ロシアですとか、まあ、東スラブ地域ですね、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの、まあ、常識ということです。北欧も多分そうだと思いますが、すいません、わかりません。日本はですね、まあ、北海道なんかはおそらくあったかいと思うんですけど、東北とか、群馬とか北関東ですね、北関東に関しては、夏の仕様で家が作られているので、家の中がすごく寒いと、で家の中で厚着しなきゃいけないっていうところで、私が日本に帰るときはもう本当に寒くて辛いなって正直思っちゃいます。ロシアの方が室内あったかいので、ロシアに戻りたいななんて思ったりしちゃいます。それから食べ物ですね。食べ物については、これはもう日本の勝ちでしょう。もう言わずもがなですけど、日本世界一食べ物を進んでると思いますんで、まあ、勝ちというか、まあ、ロシアはですね、ちょっと寂しいですね。もう大地がそもそもね、北ヨーロッパ、それからこの辺に関しては痩せてますので、そもそも農作物を作るのに向いていないっていうことで、あまりその食文化は発達してないですよね。日本とか南の国に比べたら。ですのでやっぱり主食っていうのは、まあ、黒パンだったり、あとそれとチーズと、まあ、ニシンの酢漬けみたいな感じで、まあ、ドイツとか北欧とちょっと似てますよね。もちろん美味しいものはいっぱいありますけれども、その食生活のリッチさ、多様性に関しては、お世辞にも、まあ、南の国、地中海とか、それから日本とか、南、東南アジアとかと比べて、リッチだとはとても言えません。はい。地方に行ったら日本食レストランかなんかも結構なかったりするので、
寿司ロールなんかはありますけど、ちょっと自分で自炊しないと寂しいといったところです。それから地形とか自然についてですね、これはまあロシアですね、まあこう地方に行くと、雄大な大地が広がっていて、まあ開けてる感じがするので気持ちいいですけれども、まあ残念ながらですね、山がまあ、モスクワ周辺とか一般的なロシアの大地にはない、南のカフカスに行けばありますけれども、一般的なロシアの大地にはない、それはですね、まあ、山に囲まれて、結構ダイナミックな風景、であった、の場所出身の私からすると、すごく寂しいですね、私の地元なんかは山で方角を測ったり認識したりしてて、常に山に囲まれていて何か守られているような感じがしたんですけども、モスクワでは、まあ、山がないのですごく寂しいなって感じちゃいます。それから海に関してもですね、海は遠いです。サンクトペテルブルクに行けば海は近いですけれども、それもまあなんていうんですかね、リゾート的な海ではないですよね、あと南の方に行けば黒海で、リゾート的な海はありますけれども、とはいえ、中心部ですね、中枢に近いわけではない地方都市ですので、まあ基本的には海が遠いというところも少し寂しいところですよね。一方で広い雄大な川が、そこら中にありまして、川がですね、一部では海の役割を果たしていたりします。川沿いにビーチがあって、まあ、そこで、まあ、海と同じようにですね、水着になって、まあ、余暇を過ごすというのはロシアでは普通です。はい。ですので、まあ、川に関しては広いですし、まあ、海の代わりにもなるところがあるので、それは、いいなと思います。あとこれはヨーロッパとの比較になりますが、車で、まあ、ヨーロッパとか行ったりできるので、そこは陸路、まあ、大陸っていうところでいいところなんですけど、やっぱりですね、ヨーロッパだったら本当に 2,3 時間走ったら違う国で違う文化があってって、割と楽しめるんですけど、ロシアは、何時間走ってもロシア、だったり、大してですね、そんな文化も変わらなかったりするので、結構だだっ広くて、そこではまあヨーロッパとは全然違いますね。地形という文脈で言いますと、日本とはですね、飛行機で9時間です。西ヨーロッパは例えばロンドンだったら11、2時間ぐらいですかね、だったりするので、西ヨーロッパに比べたら、9時間っていうのは割と近くて便利かなって私は思いますね。まあ、フィンランドなんか同じぐらいだったりしますけれども、まあ、これは日本と行き来する身にとってはっていうことですけれども、まあ、アメリカもね、結構時間かかりますし、場所によりますけど、時差もありますし、それから南米に比べては、まあ、ずっと近いですし、まあ、飛行機での行き来っていうのは9時間っていうのは、まあ、近くはないですけど割と許容範囲なんじゃないかなって思います。それと時差はですね、6時間ですね、ですので、ロシアで朝9時っていうのが日本で、プラス6なんで15時、つまり、3時ですね。ですので日本と、就業時間で被る時間っていうのも、結構ある、3時間ぐらいあったりするっていうことで、そこも、まあ、会議とかやりやすいので便利だなと思いますね。ヨーロッパだと本当に日本の遅い時間に、会議とかになっちゃうんで、まあ、日本側にとってちょっと辛いかなと思います。というわけで、地形に関してはそんなところですかね、山と海が近くにない、っていうところが、まあ、ちょっとマイナスだと思います。もう道路沿いにこの謎のぬいぐるみのお店とですね、旗の店、
ありますね。あ、ハターの Z なんかも売ってますね。はい、バンコク機。あれ？ここはないな。ちなみにこの動画で語っていることはもう完全に私の主観であって、私の勝手な偏見、憶測、思い込みだったりして、まあ客観的なデータでも何でもないので、私のこの勝手な主観ということであんまり参考にしないでください。さて、まあロシアの次に人についてですけれども、ロシアはですね、すごく多様な国ですね。いろんな人がいます。いろんな民族がいますし、それからいろんな価値観を持った人がいるというところで、そうですね、見た目もかなり、いろんな人がいますし、背の高さもいろんな人がいますし、それから混血も進んでいて、割と見た目がですね、美人だったりっていうのが多いっていうのは、そうですね、私見ていて面白いなって思います。それこそですね、まあ南の方に行けばカフカス系ですよね。まあチェチェンとかダゲスタンとか、グルジア系だったり、オセット人だったり、アルメニア系だったり、いろんな人たちがいますし、東の方に行けばモンゴル系の人もいますし、いわゆる、まあタタール系、キルク系とモンゴル系、が混ざっていたりですね、本当にいろんな見た目の人がいますし、いろんな価値観を持っている人たちがいます。人々の中でも結構その、まあ、個人差がある、まあ、そこは見ていて面白いなって思いますね。まあ、それと私がいいなと思ってるのはすごくシンプルだっていうことですね。私、まあ、自分が好きだったら好き、嫌いだったら嫌いっていうことで、そんなにその周りの目を気にしたりしないんですよ。まあ、それは悪く言えば他人に興味がないっていうことかもしれないですし、空気読まないっていうことかもしれないんですけど、とにかくまあ、すごく個人主義的なところで、日本は集団主義的なところですよね、コレクティビズムっていうんですけど、こっちはコレクティビズムじゃなくて個人インディビジュアリズムの、まあ、考え方が根強いというかメインなので、本当に、まあ、親が何言うとか社会が何言うじゃなくて、自分が面白いと言ったら面白い、嫌いだったら嫌いということで、例えばじゃあ年齢とかですね、本当に気にしないですね。びっくりするぐらい、日本だったら、この人の年齢はこうだから、一緒のグループにいるべきじゃないとか、恋人になるべきじゃないみたいな、そういった考え方って結構あると思うんですよね。で、自分が好きであっても社会的にどう見られるのかっていうのをものすごく気にすると思います。ロシアとかこちらの地域の人は全然気にしないです。ウクライナでも同様ですね、ベラルーシでも、そういった印象があります。ですので、まあ、そこは私はすごく好きなところですね。あんまり、まあ、他人の意見を気にしないというか、まあ、そこは良くも悪くもなんでしょうけども、まあ、空気を読んで変に忖度するっていうことが、まあ、個人民間の中ではあんまりないっていうところですね。それと以前の動画でも語りましたけども、あまり差別というのは私自身全然感じない。当然、まあどの地域どの国でもあると思いますけれども、私はその例えば、まあ、西ヨーロッパとか欧米に比べて、ロシアでは本当にその差別的なものっていうのを感じないので、そこはいいところだなとは思います。まあ、私がまあちょっと好きじゃないところは、よくコールドフェイスって言われますけれども、知らない人、会ったこともない人に対して笑顔とかっていうのを見せないんですよね。ですので、本当にその辺のカフェでいきなりコーヒー買って、もう本当に冷たい顔の対応だったりするっていうのは、結構こう最初は怖いなって思っちゃいましたね。それから もちろんそのサービスの業態というか、
サービスのレベルによって違うんですけど、一般的にはそのあんまりですね、親切なというか優しい対応ではなかったりしますよね。まあちょっと店員の対応が、まあ日本なんかはすごくあのマニュアル化されてますし、実際その他人に対して礼儀正しくっていう考え方が強いと思うので、みんなあのすごく優しくしてくれるんですけど、ロシアでは結構ぶっきらぼうだったりします。はい、教育がすごくしっかりしていて、サービスの水準を高めようとしているところは、まあ、欧米的なまあサービスですね、に関してはもちろんいいところもありますけど、全体としてはですね、日本人から見たら結構失礼だなって思っちゃうようなマナーが散見されるかなと思います。それとロシアは、独特なのはその大国意識ってあると思うんですよね。まあ、実際に、テリトリーは大きいですし、それなりに歴史の中でも存在感ありますし、経済の規模はすごく、まあ、結構小さいんですけど、それでも、まあ、核を持っているとか、国連の安全保障理事会の常任理事国であるとか、といったところで、まあ、ちょっとその大国意識みたいなのは、あるんじゃないのかなと。それは、まあアメリカも同じですし、中国なんかも、似たようなところあると思いますけれども、私はどっちかっていうともうちょっと、控えめというか、まあ、小国だけど我々は頑張っていくんだっていう、その国と自分は別に考えて、まあ、我々は自分たちの手で頑張っていくんだっていう考え方の方が私は好きですね。あんまりその、自分を国家に乗せて考えるっていうのはあんまり好きではないですね。とはいえじゃあロシアの人が尊大で、上から目線かっていうと全くそんなことはないですね。むしろ自重的で控えめな印象です。まあ、経済的には、やはり西ヨーロッパ欧米の方が圧倒的に、まあ、強いですし、まあ、身の回りの製品とか見てもやっぱり欧米のものが多いですから、まあ、そういった中で、外国に憧れる人がすごく多いです。で、それも、まあ、自分のその立場っていうのも理解していて、まあ、自重的であったりするっていうのはありますので、何かみんながイキり散らしてるっていうことでは全くないです。次に仕事とかビジネスに関してですね、これはまずはその所得税が、一律 13% ということで、割と低い、まあ、累進課税じゃないので、より稼いでる人に関しては、まあ、税の面で、利があるというところと、あと法人税もですね、20% だったり、さらにですね簡易、税制で小さい中小企業なんかは、もっと安く済むっていうことがありまして、それに関してはまあ、日本と比べたらですね、ベターかなと思います。しかしながらですね、まあ、経済、状況ですね、ずっとロシアの経済は伸び悩んでますし、それから、まあ、行政手続きですね、まあ、あまり政治的なことに踏み込みたくないですけれども、まあ、旧ソ連からの社会主義体制で、かなりですねそのお役所仕事っていうのが根強く残ってるんですよね。ですので、まあ、書類手続きがめちゃくちゃ多い。これはもう私も社長やっていた時に、まあ、今も社長ですけど本当にその、署名する機会が多いんですよ。いろんな紙に署名しなきゃいけない。で、まあ本当にちょっとした手続きでも書類をにサインしなきゃいけなかったりして、めんどくさいなって思います。それから、まあ税務署ですね。税務署の必要な調査、それから、まあ消費税の還付とかにもすごい時間がかかるとか、そういったところは、困るなって思いますね。あ
と通関もそうですね、ロジスティクスがあんまり良くなくて、で通関もなんか、いろいろ手続きが煩雑で時間がかかったりするっていうのは、ビジネスの面では、かなりマイナスだなって思います。あとは既得権益がすごく強くて、まあ競争が、自由競争がですねまあそこまで、やりやすくないというところも一つ課題だなと思います。もちろんその参入障壁が高いことで、一度その、中に入ってしまえば有利っていう部分はあると思うんですけれども、やっぱり新規参入に関しては、なかなかいろんな権益があって、難しかったりするっていうのは、ありますね。あと加えて言うと、労働者保護ですね、これは日本もそうですけれども、元社会主義だったっていうこともあって、労働者保護の考え方っていうのがすごく強いです。まあ、これは正社員の場合ですけれども、まあ、なかなかですね、従業員を簡単に解雇することができない、ということで、特に外国企業だったりすると、なかなかですね、その労働者から訴訟された時に、勝ちにくかったりするっていうところで、経営者の視点としては、正社員を雇う時に、気をつけないと、結構そのまあ、労働者と揉めることがあり得るっていうところは、気をつけなきゃいけないところですね。まあ、これは、まあ、日本もヨーロッパも似たようなもんですけどね、アメリカだけちょっと特殊ですけどね、いきなり首を切れちゃうっていうの。他にも行政とか政治的なところで言いますと、日本人はやはりロシアに来るときに、ビザが必要になるわけですね。タイとか韓国なんかはですね、ロシアに来るのにビザが必要ないらしいんですけれども、いまだに日本は、まあ、話し合いはされていますけれども、ビザが必要という状況、これは、まあ、政治的にやはりですね、あの課題が残っているからで、まあ、そこはやはりですね、気軽にロシアに来たりできないので、不便だなって思いますね。まあ、あまり政治的なことは深入りはしませんが、まあ、現政権がですね、割と長くてすごく力もあるので、まあ、そういった中で、まあ、権威主義的な、まあ、傾向がありますので、まあ、例えば、メディアの報道なんかもですね、まあ、現政権の、意向に抗うような内容は、好まれないということで、なかなかですね、多様な視点が、まあ、メディア、一般メディアからは取りにくいというところで、まあ、あとはですね、いろいろお察しくださいというところですね。なので最近までは割とみんな好き勝手にですね、いろんなことを話はしていたんですけれども、今は、ちょっと緊張状態があるので、あんまりですね、政治的な話はしないといった、まあ、感じにはなっていますね。そうですね、今まで衣食住と、まあ、政治経済の話をしましたけれども、あと何ですかね。まあ、よく言われるの、そうですね、美人が多いかどうかですけど、多いですよ。本当に、まあ、あの客観的に見て、まあ、スリムで、まあ、見た目が整ってる人が多いような気がしますね。まあ、混血が多いからなのか何なのかはよく分かりませんけれども、というところで、あとは、まあ、多様で、あとそうですね、歴史とか文化ですね、やっぱりですね、大陸でつながってますので、まあ、東は中国、アジア、中央アジアのカザフスタンとかウズベキスタンとか、それから南はトルコ、それからギリシャ、西は、ヨーロッパ、というところ で北は、まあ、北欧ですね、ということで、あのすごく歴史的に、まあ、世界史とつながっているわけですよね。まあ、モスクワのその皇帝のツァールっていうのはシーザーから来ている言葉で、まあ、シーザー、ローマの皇帝ですね。で、モスクワは、まあ
まあ、第一のローマがローマだとして、第二のローマがビサンチウム、イスタンブールですね現在の。でモスクワは第三のローマであるというような、まあ、あの言われ方もしていますし、まあ、とにかくですね東西、南北の歴史のですね関係がここでは常に肌で感じられるので、そこは、そうですね、私にとって面白いなって思います。まあ、例えばこういうですね、風景を眺めていても大陸でモンゴルまでつながっているんだ、まあ、こういう平原があるからこそ馬で、モンゴルからここに攻めてくることができたんだなっていうのが肌で感じられたりですね、まあ、キリル文字ですね、これはギリシャ文字、から来てるんだっていうのももちろん感じますし、まあ、他にも、まあ、ヨーロッパの影響っていうのはたくさんあるわけです。そこはそうですね、まあ、世界史が好きな身にとっては、まあ、日本ももちろん世界史の一部ですけれども、よりこちらの方がダイナミックに感じられるっていうのはありますね。それと割とですねスポーツの文化は、割と私は好きですね。まあ、これはまあヨーロッパ的なのかもしれませんけども、あのスポーツジムが本当に各所にあって、結構施設が整ってます。それからもう若い人も年いってる人もみんな結構スポーツをしますし、筋トレとかもしますね。日本でジムとかに行くとあんまり若い人がいなかったりするんですけれども、こちらはあの若い人からいろんな人がいます。それとロシアの人って、まあ、仕事では全然ストイックじゃないんですけど、スポーツではやたらストイックなんですよね。結構もうコーチとかも厳しくこうしろこうしろって言って、まあなんて言うんですかね、ミリタリー的というか、頑張るんですよ。でその意欲をもうちょっと仕事に使えよって、まあ、経営者としては思うところがすごくあるんですけども、スポーツに関しては結構ガチだったりします。まあみんな好きなんでしょうねスポーツはね。というところで、スポーツ文化はいいかなと思います。私まあ、インドとか中東地域にいてちょっと辛いなと思ったのは、あまりそのスポーツをする文化がなくて、そういった設備が整ってないっていうところで、まあ、そこに関しては、まあ、日本もですねスポーツいいですけども、よりですね、こちら、ですねロシアとかヨーロッパ方面の方が、そっちの文化は進んでるので好きですね。お、また Z マークありますね。田舎の方が多いのかな。というわけでまとめますと、まあ、気候とか、食事、まあ、経済政治の面では、ちょっと難しいところが、あるなと思いましたけれども、まあ、人とか、歴史、文化等ではですね、まあ、私から見て、面白いなとダイナミックだなって思うところが、結構あるといった感じですね。まあ以上ですかね、全て私の主観ですけれども、でじゃあまあなかなかね難しいところがある中での私がなぜいるかっていうと、ミステリアスだからっていうのが一番大きいかなと思います。まあ、そのアメリカ文化っていうのは、まあ、アップル製品を代表してですね、まあ、そこら中にあるわけです。マックもありますしスタバもありますし、それからまあヨーロッパですね、ヨーロッパの文化っていうのはまあ、今のですね、民主制だったり、議会制度だったり、まあ、さまざまなところで、まあ、日本でもですね見られますし、それから、まあ、ヨーロッパに行けばですね、それなりに日本人いますし、ヨーロッパの情報って入ってくるじゃないですか。ですので、まあ、欧米っていうのは我々の想像する範囲あると思うんですよね。ですけど、まあ、なかなかロシアってイメージがないじゃないですか。まあ、ベラルーシもウクライナも同じだと思いますけれども、皆さんの中であまり、イメージがないと思います。それからですね、まあ、南米なんかに関しても、
まあ、あんまりイメージないかもしれないですけど、私の中では南米ってそんなに、遠い存在ではなくて、それよりも、まあ、このロシアとか周辺地域の方が何をみんな考えているんだろうとか、割と 謎だと思う部分が大きかったわけですね。ですので、まあ、知りたいなと思っているっていうのが、強いところです。はい、というわけでロシアについて私の独断と偏見でいろいろ語ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちなみに私はあのロシアシンパでも何でもなくて、まあ、ただ単に、まあ、世界中いろんなところを旅行して、まあ、現実を切り取りたいと、どんな人が住んでいて、どんな文化があって、まあ、どんな考えを持っているのかっていうのを自分の目で見たいというところで、まあ、いろんな国に、行ってるわけですね。もちろん授業の中の一つがロシアにあるっていうのもあって今ここにいるんですけれども、これからもいろんな国でやっていきますし、まあ、いろんな国も訪問しますので、その時またですね、いろんな、まあ、現地のですね、現実っていうのを、まあ、切り取っていきたいなと思います。参考になれば幸いです。ありがとうございました。はい、モスクワ近づいてまいりました。車線が 1,2,3,4 5個ぐらいあるのかな。広いですね。さすが大陸の、道っていう感じがします。この辺などだいぶ交通量が多くなってきて、より街に近づくとね、多分渋滞になってると思います。今日は日曜日の午後なので、地方から戻ってくる車が、いっぱい集まってね、渋滞すると思うんですよね。